はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はどういった悩みがあってご来院いただいたんでしたっけ。まあ、2年ほど前に私は健康だと思ってたんですけど、はい、血管年齢測っていただいたら86歳って言われてびっくりしちゃって、やっぱりもう今64歳なんですけど、はい、体のメンテナンスっていうのも必要かなと思って来させていただきました。あ、はい、ありがとうございました。で、施術で掲示板でやらせていただきましたが、はい、まず感想の方ですね。まず体がすごい軽くなったと思います、はい、それと、お腹の辺を触っていただいてどこが悪いよっていうふうに言われた時に、やっぱりこう自分では普段ね、やっぱり食生活だとかストレスだとかやっぱりあって、なんていうのかな、そういう忙しいのにかまけてそういうことをおろそかにしてたんですけど、やっぱりこうやって定期的に受けるっていうことが自分の健康にはすごくいいことだなっていうふうに改めて思いました。はい、じゃあまたよろしかったらということで、はい、はい、また来させてもらいたいと思います、はい、ありがとうございました。失礼いたします、はい、今日先生にも体感していただきたいと思います、はい、まずここにですね、2プッシュ塗ります、はい、そうしましたらですね、はい、手でこんな感じで、はい、内側こんな感じですか、はい、こんな感じで、はい、はい、そうですそうです、1分間、はい、さすっててください、はい、そしてジェルが浸透するまでっていうか、サラサラになってなったらもう血管に入ったっていう感じなんですね、はい、で空腹時に塗っていただくことがいいです、はい、で15分から20分経ってからお水とか飲食も大丈夫です。はい、で全身の血管に回ってですね、脳下垂体から自分の体から成長ホルモン、子どもの時のように成長ホルモンを出してくれるっていう優れた商品です。ぜひ皆さんお試しください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい気持ちいいですね。はい、はい、はい、とりあえずこれで一回終わります。はい、ありがとうございます。皆様こんにちは。今日お伝えしたかったのはこの、ソマダームという商品です。私の体験から言いますと、私はエステのお店をしてるんですが、化粧品では全然味わえなかった、もうこう中から綺麗になるっていうことで、なんか肌が若くなるんですね。で、アメリカで、15年薬局で売られてたものなんですけれども、今日本に入ってきまして、皆さんにお伝えすると、すごくやっぱり若返ったっていうふうに、体が軽くなったとかそういうのを聞くんですが、自分ではなんていうのかな、本当に前向きにいろいろな物事を考えられるようになった、不思議なんですけど、やっぱり若い時にはそんな感じてなかったことが、10歳若返るって50歳の頃こんなんだったのかなっていうことを日々感じています。もし興味があるようでしたら、皆さんこの整体の先生にお聞きになっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。なんていう商品名でしたっけ。ソマダーム。ソマダームです、はい、ちょっとアップで出してもらっていいですか。はい、もっと前に撮ってますかね。ソマダームですね。はい、はい、ありがとうございました。では失礼します。はい。